ガダラのメレアグロスは詩人であり、エピグラム詩の収集家で編纂者である。彼は共産詩しで失われた、いくつかの風詩文学風の3文を記し、複数の官能的な詩を書いたが、それらの中の134四篇ほどのエピグラムが残っている。彼は、また様々な詩人のおびただしい数のエピグラム詩を編纂して、果敢として知られるアンソロジー一集を作った。 このアンソロジー州は現存しないが、ギリシアシカ州の元となったオリジナルのシカ州である。メレアグロスの生涯に関係する土地。ガダラ、テューロス。コスメレアグロスはエウクラテースの息子であり、シリアのガダラの都市に生まれた。ガダラは当時、部分的にギリシア化した共同体都市であり、ギリシア文化への目覚ましい貢献によって注目された都市だった。彼は、 テューロスで教育を受けてその地で居住した。引退して後晩年にコスで過ごし、その地で長寿を保ち死去した。彼が書いた短い自伝的な詩によると、ベレアグロスは自分の故郷の町に誇りを抱き、自分自身はコスモポリタンであると自認していた。彼はアッティカ的であり、同時にシリア人であった。また彼は、彼を一人前にしたテューロスを、 彼の晩年の面倒を見てくれたコスを称えた。ギリシア史歌集のパラティン志向において、スコリアの筆者がメレアグロスはセレウコス六世エピパネスの統治の時代に最盛期を迎えたと述べている。過感史歌集における彼の編集の最も古い年代は紀元前60年である。詩人ダラのフィロデモスについて言うと、後の編集者たちによって三十四ンのエピグラム詩が 加えられたとはいえ、メレアグロスの原始歌集には作品が載っていなかった。何人かの著作者はメレアグロスをキュニコス派に属するとしており、歴史学者ベンジャミン・アイザックによれば、万人は平等であり、また同胞であるというメレアグロスの信念はこの見解を補強する。というのは、幾人かのキュニコス派の人々は、遅くとも紀元前後世紀には、このような世界観を すでに崩壊していたからである。彼の同郷の人であるメニポスと同様に、メレアグロスは、スプーダオゲロや、国境神志論術として知られる、ユーモラスなイラストと共に哲学を大衆的な形に、表現する、風刺的三文エッセイを書いた。これらの作品はすべて失われた。メレアグロスの名声は、彼が編んだ、鹿州に自ら収録した。 134四ンの自作のエピグラム誌によってカッコとして支えられている。ギリシアシカ州の思向者本だけが彼のエピグラム誌の源泉である。メレアグロスは地中海東岸のシリアからエジプトに渡る領域に居住した。ガダラに生まれ、テューロスでその人生の大部分を過ごしたが、彼は当時の地中海世界の共通語であるコインレイギリシア語に精通していた。彼は 自らの自伝的な複数の詩で語るところでは、トリリンガルであり、ギリシア語、シリア語、そしてフェニキア語を話した。彼は、トゥロスに居住し、シリアからアナトリア半島に至る東地中海を活動範囲としていたが、彼の構想によって、初めて包括的なギリシア語詩歌集が編まれ、ヘレニズム世界の広範囲な領域に生きる男女の詩人の作品アンソロジーが生み出された。 メレアグロスは、果敢と題した詩のアンソロジー本で有名である。アテネのポレモンや、その他の人物が、特定の主題について、記念碑的な悲鳴文や、詩作品の修正を早くから作ってはいたが、メレアグロスは、包括的な作品修正を初めて作り出した。彼は、先行する2世紀前の、 各助成詩人の時代から彼自身の時代に至るまで46人のギリシア詩人によるエピグラム詩を修正した。彼の修正の題名は小さな美しい詩作品を花々や植物に比喩する一般的な比較を念頭して付けられている。詩かしは詩作品の間で作者と主題を交互に結びつけた芸術的な配置を持っていた。アンソロジーの序文において メレアグロスは、様々な花や、漢木や、構想の名称を、いわば紋章として、すべての詩人の名前に結びつけている。それは、例えば次のようになっていた。果敢序文の冒頭部分、いとも親愛なる、ムーサメ神ミよ、恩美は誰へと、この鹿の果実をもたらさんとするか。はた、この歌の花冠を編み上げしは誰か。そはメレアグロス。はえある。 ディオクレースの記念にとて、丹精込めて、ここに編み上げぬ。スータのアニュテーの百合を編み込み、それに劣らぬ、モイローの花を。サッポウの花は多くなっけども、ソは、バラの花へ。また、ナルキッソソソは、メラニッピデースの詩の名調にはあまりに重けれど、ハタシモーニデースのバラの若枝を。こうしてメレアグロスこと、ノシスの甘く香る、愛らしいあやめの花を編み込み、 愛心、エロースの老板の老がその愛にて溶けぬ。香り優れしリアノスの死は、マヨラマとなり、エイリンナの乙女の肌持つ、カンキクロッカスを。老将の詩人の花、アルカイオスのヒアシンスを、かくてサモスの月景樹の深緑の葉が飾る小枝をば、メレアグロス、果敢序文、メレアグロスの果敢をもととして、時代とともに、様々な詩集やアンソロジーが加わっていき、やがて、 ギリシア鹿州と呼ばれる、交換な古代ギリシアの鹿州が誕生した。元になったメレアグロスの果敢は、それ自体としては輪郭が不明となったが、鹿州を構成するオリジナルのルーツとして継承され、生き残った。メレアグロス自身の詩作品は、そのほぼ全てにおいて、官能的であり、恋や美を語るに、少年も少女の区別なく歌の対象とする。 メレアグロスの詩の主題は、先月とも言えるカディマコスや、サモスのアスクレピアデスなどの作品を継承している。アスクレピアデスは、カディマコスにも強い影響を与えた、アレクサンドリア風エロテック詩の創始者であるが、平面な言葉とウィットに富んだ表現が特徴である。メレアグロスの作風はしかし、異常なほど主題において、多芸多彩で融通性があり、 言葉と表現の適切さや巧みさにおいて高度に発達したものだった。彼の言葉は簡潔であるが、しばしば絢爛華麗というか、ケバケバしいまでの花や傘を持っていた。すでに、果敢の序文で、それぞれの詩人を花や紅葉に例え、花に花を重ねるような就職過剰なイメージの重なりを記していたが、それは、キューピドやその弓や、 愛の透過や蜂蜜の象徴など、伝統的なステレオタイプの改陳の様相も持っていた。ゴモイチはしかし、ベレアグロスの作風を、東洋的な剣断たる観音の短美性として評価し、華やかなイメージの三前を、南国的な情熱の発露とも表現する。着想の豊かさと比喩の巧みは、時に直祭で飾らない言葉を交えながら、恋愛のイメージの極致とも言える。その現時と、 イマージュにおいて、本講まで華麗な展開を示すメレアグロスは、しかしその習字において、音音の秩序において、極めて古典的正当な様式を、また維持していた。パイラムダクサイオメガラムダイプシロンプシロンカッパ、ヨタニュー、パイラムダクサイオメガデルタパイアルファラムダニュー、ミュアルファミューロータウヨタニュー、ローカッパイオタシグマシグマニュー、 パイラムダクサイオメガカッパアルファータウ、ガンマイプシロンラムダニュータウアルファカッパロニューアルファパイラムダクサイオメガカッパアルファカッパローカッパ、ニューデルタニューパイオタパイラムダクサイオメガデルタ、カッパイオタニューシータニューパイ、ローファイウプシロンローイータニュー、パイラムダクサイオメガカッパアルファファイオタラムダ、ローアルファシグマタウアルファデルタアルファ、ニューパイカッパロータウファイオタ、 ミュー、ウ,ウプシロン、ロー、ベータ、シグマ、タウ、ロー、カイ、ウプシロン、ラムダ、ヨタ、デルタ、ロー、アルファ、イプシロン、パイ、ラムダ、カッパ、アルファ、ミュウニュー、カイ、アルファ、タウ、イータ、ニュー、ニュー、シータ、ベータ、ラムダ、シグマ、タウ、ファイ、アルファ、ニュー。プレクソー、レウコヨン、プレクソー、ダ、パレーン、ハマ、ミュルドイス、ナル、キッソン、プレクソゲロー、オンタククリナプレクソカイ、クロコンヘイ、デューニエピプレクソー、デュアキントン、ポルピュレー、ン、プレクソカイ、プレラスタロダ、ホース、 アーンエピクロタポイスミュロボストリュクヘリオドーラース、エウプロカモンカイテーンアントボレーステパノス。我がアムは、シロキスミレ。我がアムは、ミュルテと共に、有識水仙花。我がアムは、また、微笑えむ、百合の花。我がアムは、なおまた、カンビナ、クロッカス花。重ねて、アムは、ヒアシンスあてなる紫の花を。我がアムは、愛の喜び、バラの花。 ギリシアシカ州 V 館147メレアグロスヘイリオドーラの果館ありがとうございます